あなたの好物は？と聞かれ、必ず上がる料理、カレー。100人いれば100通りの好きなカレーがあるように、私たち日本人にとって最もポピュラーな料理の一つです。そんなカレー大好き日本人を代表して、今回登場していただくのは、この人。大人気の料理家、ケンタロウさんです。自他ともに認める無類のカレー好きのケンタロウさん、中でも一番好きなのがいわゆる家のカレーという、常に頭にあるのは普通の家のカレー。カレーが好きなことにもう理由も思い当たらないですね。カレーが嫌いっていう人はほとんど思ったことないし。ケンタロウさんの数あるカレーレシピの中から、今回はえりすぐり3品。時間のない時でもさっと作れる今すぐ食べたいカレーを紹介します。最後までゆっくりご覧ください。料理家ケンタロウ、1972年東京生まれ。母は料理研究家の小林克代。武蔵野美術大学在学中よりイラストレーターとして活動を開始。その後料理家に転向。一人暮らしの若者から主婦、男性など幅広い層に向け、チャレンジしやすくて美味しいメニューを提案し続けている。料理のモットーは、簡単で美味しくってシャレっ気があって現実的なもの。これまでに出してきた料理本は優に50冊を超える。もともとイラストレーターになりたかったんですよ。で、実際今イラストの仕事を大学の時からしてて、でイラストレーターになろうと思って大学も辞めちゃったんですけど、その時にずっと売り込みとかをしてて、で本当売り込みって効率悪いんですよ。でいろんな出版社に持って行ったりとか、まあ、そこで断られたりとか、まあ、いつかねみたいな感じであしらわれて、でふと活用の事務所には待ってるだけで向こうから入れ替わり立ち替わり各社編集者がやってくるってことに気づいた。で活用の事務所に入って、で、まあ、ただイラストを見せるだけじゃ仕事にならないんで、まあ、アシスタントとして入ったんです。でそのうちになんかこう男の料理ページみたいなのを、まあ、抱えてる方がいらっしゃって、そういうのやんないかって言われて、でこれはまたその男性誌の編集者と知り合うチャンスだと思って、でそれも OK 受けて、でそしたら他の方もそれを見て、あ料理仕事やるんだってことになって以来、料理の仕事しか来なくなりました。なんかもうカレーって世界中にまああるじゃないですか。その例えばカレー味のもので言ったら本当に世界中にあるし、で考えると、例えばインドでもシャバシャバなこう汁カレーもあれば、炒め物みたいなカレーもあって、じゃあその炒めカレーとカレー味の炒め物とご飯に乗っけるかどうかの違いじゃないのかって言えば、まあそれまでなんですけど、でもご飯に乗っけたところからもうカレーライスじゃないですか。そういういろんなカレーの記憶が他のものよりもしかしたらこう大事にしまわれてる気がします。さて、どんなカレーが飛び出すのやら、そろそろ準備にかかっていただきましょう。では、豚と野菜の炒めカレーを作りたいと思います。これは、もう本当に炒めただけのカレーです。野菜炒めカレー味がご飯に乗っかってるみたいな、2個まず炒めるだけで作るカレーです。まず材料なんですが、豚肩ロース肉一口大に、そして野菜です。野菜も何でもいいんです。常識の範囲内で、もう冷蔵庫にあるもの何でも、もうキャベツなら一口大に、人参、まあ硬いので薄い半月切りに、それからニラ、
ニラが欲しいですね。まあ5、6センチ長さに切ってください。そしてじゃがいも、じゃがいもまあ、5ミリ厚さぐらいの短冊切りに、野菜とまあ肉を切ったら、まず合わせ調味料を作っておきます。醤油、オイスターソース、みりん、酒、カレー粉、すりごま、ポイントごまですから、なのでたっぷり、おろし生姜、おろしにんにく、おろすとみじん切りは油で最初に炒めて風味を出すというやり方もよくやりますが、おろして合わせ調味料を入れると、なんていうのかな、こういい意味でよりチープな味になります。これをまず炒める前に作っておいてください。でいよいよ火の方に、でサラダ油、肉、最初丁寧に1枚ずつやってて、だんだんこう面倒くさくなってきて、このぐらいこう入れていくことになりますが、それでいいです。で一緒にじゃがいもも、じゃがいも一番火の通りが悪いので、じゃがいも切ったら水にさらしておいてください。でまあいいですか、火は強火で、塩とか軽く、塩コショウ、じゃがいもはこうだんだん透き通ってきます。例えばこのぐらい、これ透き通ってないやつ、これまだですね、まだ硬い、このぐらいだんだん透き通ってきたら、まあ、火が通っていると思ってください。ちょっとこう焼き色がつくぐらい、ずっと強火で豚肉の色がまず変わって、じゃがいもが透き通ってきたら、人参、このぐらい薄い半月切りだとすぐに火が通るので、ザッザッと炒めたらキャベツ、キャベツもだんだんこう透き通ってしんなりしてきます。キャベツの火の通り加減も好みなんですが、ちょっと焼き目がつきつつシャキッとも残っているぐらいがいいと思います。ちょっとこういうとこ焼き目が、ニラは調味料の後でもこのタイミングでも、もうすぐに火が通るので、ニラ本当にひと混ぜっていう感じです。そうしたらここで火をちょっと弱めて、合わせ調味料をドドドドド、うん、コショウで完成。カリッとした豚肉とシャキシャキッとした野菜の食感が嬉しい豚肉と野菜の炒めカレー、すりごまの風味が全体をまろやかにしてくれます。残り物の野菜でささっと作れてしまう簡単カレーです。 CM の後もまだまだ続く激うまカレー、お楽しみに。カレーなら毎日食べても食べ飽きないというケンタロウさん、カレーレシピの数はどれくらいあるのでしょうか。どれくらいあるんだろうな、もう本当に細かく、なんかそのちょっと食材を変えるとか、ちょっとこう大根をカブに変えるとか、もう本当そうやっていったらもう無限にあると思うんですけど、どのくらいあるんだろう、
でも出せって言われたら次出ると思いますね。本当にカレーに関してはうちまあ、活用のブームが来るんです。まあ、活用の、まあ、作ってる人のブームが反映されるっていうのが、まあ、当然そういうことになるわけですけど、ですっごくもう本当にこう汁っぽいカレーの時期、まあ、なんかシャバシャバ気みたいなもあれば、ひき肉と豆のなんかもったり気みたいなとか、ごくごくオーソドックス気とかあって、チキン気とビーフ気とかそういうので、いろんなカレー食べましたね。鶏のクリームカレーを作りたいと思います。これはですね、ルーなどは使わずにカレー粉で作るんですが、生クリームを使って作るのでものすごく簡単です。簡単ですがリッチな味になっています。材料です。まあ、鶏のというぐらいですから鶏です。もも肉、まあ一口大ぐらいに、切ってください。玉ねぎは縦薄切りに、そして赤ピーマン、これは普通のピーマンでも黄色いピーマンでも何でもいいですが、細切りに、縦細切り、しめじ、これも他のキノコでも舞茸とかえのきとかしいたけでも美味しくできますが、石突きを取って、まあ、適当な大きさに手でほぐしておいてください。で、まあ、最後にもしあればイタリアンパセリ、普通のパセリでもいいんですが風味がいいので最後に散らします。フライパンをかけて火をつけて、まずサラダ油をちょっと、ここにバターちょんとで、サラダ油を引いてバターを入れるのは、バターを直接鉄板に入れていきなり焦がしたくないからです。サラダ油でちょっと膜を作っておいて、でバターを溶かす。バターが溶け始めたら鶏肉を入れます。皮を下にして並べていきます。で、鶏肉はもう炒めるというよりも焼き付けるという感じで、フライパンに入れたら動かさず強火で皮に香ばしい焼き目をつけていきます。あーいいかなと思ってこう見た時には大体早いです。大体全然焼き目ついてないんだけどつい見ちゃう。このぐらい焼き目がちゃんとつくまで、で全体に焼き色がついたら玉ねぎを入れて、で玉ねぎもちょっと焼き目がついてきたらニンニク、でしめじとピーマンも、これグリーンの普通のピーマンの時はグリーンのピーマンはすごく薄いのでもうちょっと時間差で後から入れた方が、カレー粉、生クリーム、じゃーん、牛乳、まあ、生クリームだけだとちょっとこう濃厚になりすぎるので牛乳で、ちょっと煮たいので火を弱めて、まあ5分ぐらい軽く煮込みます。最後に塩で味をつけていきます。塩、
という感じで、これで完成。表面を焼き上げた鶏肉の香ばしさとクリームソースが絡み合い、絶妙な旨味が広がるカレーです。マイルドな中にピリッとしたカレー粉の辛さが効いたリッチな味わい、時間をかけずおもてなしの一品にもなるカレーです。ここでちょっと一息。料理に加え、その人柄でも人気のケンタロウさん。ケンタロウさんのプライベートに迫る6つの質問を用意しました。もう車がまず趣味というか、もうまあ趣味かな。車は何よりも好きです。クラシックカーまで行くとなんかちょっとこう気恥ずかしいです。だからこうなんか中途半端な車好きもなんかこうなんじゃそれみたいなぐらいの中途半端なやつが好きです。トーストとゆで卵、イタリアのローマで手長エビの炭焼きというのがもうね本当ね、こう本当にうまいんですよ。好きな映画ブルースブラザーズとバニシングポイント、各国料理が食べられること、それは家でもチャーハンかカレーだと思いますね。そうですね、本当申し訳ない。豆のドライカレー作りたいと思います。あのドライカレーってこうちょっとチャーハン的にご飯ごと全部炒められてるものと、カレーのルーが汁気がない、ルーがドライっていうタイプのものとあるんですけども、今回はまあご飯は炒めないで、上のルーがまああんまり汁気のないタイプのものを作りたいと思います。材料です。ひき肉ですね。ひき肉と、豆は缶詰のこういうミックスの、いろいろミックスの豆を使いたいと思います。これ1種類だけのものでもいいし、例えば大豆水煮缶でもいいし、こういういろいろ入ってるのでもいいと思います。それから玉ねぎはまあ1センチ角ぐらいに粗くみじん切りに、人参もこのぐらいの細かさに刻んで、セロリもざっと粗みじん切ります。でニンニクは普通にみじん切り、サラダ油、そしてこのサラダ油の上にバターですよ。まあ、バターが溶け始めたらニンニク、玉ねぎをザーッとで炒めていきます。まあ、しっかり透き通ってちょっと焼き目がつくぐらい、甘さと香ばしさを出したいので、まあ、ここよく炒めてください。セロリ、人参も入れてざっと炒めたら、ひき肉、で軽く塩、胡椒、でほぐすように、肉の色が完全に変わったら豆、で豆はまあ水煮缶なのでとか蒸しとか、火が通っているのでざっと、まあ、温める程度に炒めたら味をつけていきます。まず水、まあドライとはいえちょっとこうちょっともたっとした感じのルーにしたいので、水、酒、
ウスターソース、オイスターソース、ケチャップ、醤油、カレー粉、いろんなスパイスを混ぜて使っても美味しくなります。で、まあ、ちょっと水分を飛ばす感じで全体に絡めて、で味を見て、最後に砂糖をちょっと、今日塩で整えます。胡椒、これで完成。缶詰の豆とひき肉で作る簡単ドライカレーの完成です。豆の甘みとほろっとした食感はお子さんにも大人気です。たくさん作って作り置きしても美味しい便利なカレーです。よく言われることかもしれないけど、単純に新米の炊きたてとかがやっぱりこう幸せの原点だし、まあ、究極だと思うんですよ。あ、なんか焼いただけとか、レンコン焼いただけとか、エビをなんか炭で焼いただけとか、そういうところに結局僕は戻りますね。そういうものがうまいものだと思います。いろんな小味を足していったりするけども、常に頭にあるのは普通の家のカレー、なんかもうちょっとなんだソースかけて食べちゃうみたいな普通の家のカレーから、こうからっていうか、そこに、まあ、最初に変えると思うし、そこから極端に逸脱しないと思いますね、自分自身。あなたの好物は？と聞かれ、必ず上がる料理、カレー。100人いれば100通りの好きなカレーがあるように、私たち日本人にとって最もポピュラーな料理の一つです。そんなカレー大好き日本人を代表して今回登場していただくのは、この人、大人気の料理家、健太郎さんです。健太郎さんの数あるカレーレシピの中から、今回はえりすぐり3品、ゆっくり時間をかけて作る休日に食べたいカレーを紹介します。最後までゆっくりご覧ください。料理家健太郎、1972年東京生まれ。母は料理研究家の小林勝代。武蔵野美術大学在学中よりイラストレーターとして活動を開始、その後料理家に転向。一人暮らしの若者から主婦、男性など幅広い層に向け、チャレンジしやすくて美味しいメニューを提案し続けている。料理のモットーは、簡単で美味しくって、シャレっ気があって現実的なもの。これまでに出してきた料理本は、優に50冊を超える。まあ、大きく分けて、作るパートと食べるパートがあるじゃないですか、まだ料理って。で、もちろん仕事としては作るパートがメインなんですけども、作っている喜びっていうのがあるわけですよ、一つ。なんかこう、
だんだん出来上がってって、こう色が変わってって思い通りになっていくみたいな喜びがあって、でその後に食べてもらう喜びがあって、で仕事だとまあどうしても撮影したりするんで、ベストの状態で食べてもらえるっていうことは少ないので、うん、もちろんなんかこう温め直したりして後で食べていただいたりしても、その食べる喜びにはそんなにこう重きを置きにくい。でも普段の料理では食べてもらうところがもうクライマックスで。鶏とキノコのインドカレーを作りたいと思います。結構ちゃんと本気で作ります。いや他のカレーも本気で作ってるんだけど、他のカレーに比べてもこう工程が多いカレーです。ただインドカレーを作るのは最高に楽しい。材料は鶏、ブツですね、骨のついたもの、ブツ切り、しめじ、しめじはまあ石突き落として適当な大きさに手でほぐしてください。それからインゲン、インゲンもヘタを落として、もし筋があれば筋取ってください。で玉ねぎ、玉ねぎは縦薄切りに、カシューナッツ、ガラムマサラとコリアンダー、クミンシード、これちょっと刻んだものですね。で塩と砂糖とカレー粉、これカイエンペッパーはまあ言うなればまあチリペッパー、唐辛子の粉なので一味唐辛子とかでも構いません。というわけでスパイス類ですね。そして、ゆで卵、ゆで卵を一緒に煮込みます。鶏肉を焼きつけてさらに出汁を取っていきます。そして油、鶏肉を入れます。強火で焼き目をつけていきます。焼き目がついたら水、沸騰するまでは強火で、沸騰したら弱火にしてアクを取りながら30分煮ます。鶏を煮てる間に玉ねぎを炒めます。サラダ油とバターは直接鉄板に触れさせず、玉ねぎを、ニンニクも一緒に、まあ、最初は強火でちょっと色づいてきたらやや火を弱めて薄いきつね色になるまで炒めます。このぐらい色づく程度に、カシューナッツでスパイスも加えて炒めます。クミンシード、ガラムマサラ、コリアンダー、カイエンペッパー、カレー粉で、スパイスもちょっとこうやって煎ることで香ばしさが出るので、ミキサーに炒めたカレーを入れて、鶏のスープ、まずは3倍ぐらい回します。もし回りにくかったらもうちょっとスープを足して、ペースト状になったらこれを鍋に混ぜますね。ヨーグルト、じゃじゃじゃ、で砂糖と塩も加えます。塩の結構たっぷりです。ゆで卵もここで一緒に煮ます。ゆで卵、
で、まあ、ぶわっと沸騰させないように弱火でさらに煮込んでいきます。カレーを煮始めて、まあ、30分ぐらい経ったら最後にキノコとインゲンを加えるんですが、ここもちょっと一手間かけて炒めて加えます。サラダ油、インゲン、しめじを入れて炒めた方がうまいので炒めてください。軽く塩、焼き目がついてちょっとしんなりするぐらい炒めたらカレーの鍋に加えます。混ぜて完成、インドカレー。香ばしく焼き上げた鶏肉のうまみとスパイスが絡み合った本格インドカレーの完成です。インドの屋台で出てくるようなアルミの器とラフな盛り付けも健太郎さんならではのセンスが光る一皿です。うち家が多分それ活用が忙しかったからと思うんですけど、薄切り肉のカレーがメインだったんですよ。こうビーフカレーでも薄切りの肉のカレーが、でそれがゆえにずっと僕貧乏だと思ってたんですよ。うちは塊の肉は買えないんだと思ってて、で大人になって一人で暮らすようになって、すっごい安いすね肉の塊で、もうほんとこう夢に見たようなもうゴロッゴロ肉のカレーを作ったのは嬉しかったですね。それは忘れられないですね。塊肉のカレーは肉の柔らかさがもう8割とまでは言わないけど6割以上占めてると思うんですよ。肉が柔らかかったらもう勝ちみたいな、角煮とかもそうですよね。その味付けというかなんとかよりももうなんかもうとろけるっていう部分がメインじゃないですか。やりすぎても決していけないと思うし、なんかとっぴなだけっていうのもカレーには失礼だと思うわけですよ。まあ、本当普通に作れば美味しいじゃないですか。まあ、例えばルー使って普通に作れば絶対美味しいけど、まあ、ちょっとじゃあ豆板醤でパキッとこう辛いとか味噌でちょっとグッとコクが出るとかでほんのちょっとなんですけど、その組み合わせがグッとこう生きたりするんで。豚バラと大根の味噌カレーを作りたいと思います。豚バラ肉は塊肉をこのように、まあ、1センチ強ぐらいの厚さに切ってください。これ豚バラ肉塊を選ぶときにこのぐらいの脂と赤身のバランス、これ絶妙ですね。大根は皮をむいて、まあ、3センチぐらいのいちょう切りに、万能ネギも、まあ、適当な長さに切ってください。それから豆板醤、そして赤味噌、これが味噌カレーの味噌です。赤味噌と、ニンニク、生姜、まあ、あとカレールーなどを使って作ります。鍋を熱してごま油ちょっと香りをつけるために、サラダ油でも構いません、どちらでも。肉に焼き目をつけます。焼き目がついてきたら正解、バラのこういう油のこのカリッとなったところがうまいよな。で全体にカリッと香ばしい焼き目がついたら大根を加えて炒めます。で大根に油が回ったかなというぐらいで水を
もう被るぐらいまで。沸騰するまでは強火で、沸騰したら弱火にしてアクを取りながら2時間ぐらい煮込んでいきます。2時間ほど煮込むと、もうこの脂身のところもとろっとろに、当然大根もスッとすくい出します。よいしょ。そしてスープを一回何かに開けます。カレーに使うのはこの1カップの方です。でこっちは他に何にでも、まあ醤油入れて中華風のスープにしてもいいし、何にでも使えます。油をこれごま油でもサラダ油でもどちらでも構いません。豆板醤とニンニク生姜を炒めます。いい匂いがしてきたなというぐらいでスープを1カップ 200cc 使ったので残り450加えます。これ650はルーの指示量の水です。なのでルーの箱の裏を見て水をどのぐらい足すかを決めてください。スープを使うのは1カップで残りは水を足します。カレールーを赤味噌も、これまあこれ普通の味噌でもいいんですが、できればこの赤味噌をちょっとこう絶妙なコクと苦味があってカレーにぴったりなので、ちょっと煮てとろみがついたら出しておいた大根と豚バラを戻し入れます。最後にネギを加えて、これちょっとシャキシャキ感を残したいので、もうさっとほんの一煮にするだけで完成。カレーのエスニックな味と味噌の和風味、そして豆板醤のピリッと辛い中華味が三位一体となってカレーの中に広がっています。この思いもよらない調味料の組み合わせで作るところが、まさにクリエイターと感じる一品です。必ずやみつきになる豚バラ大根味噌カレー、ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。 CM の後は王道ビーフカレーの登場です。ここでちょっと一息。料理に加え、その人柄でも人気のケンタロウさん。ケンタロウさんのプライベートに迫る6つの質問を用意しました。週半分ぐらいですかね。例えば昼間撮影で作ったものが余ったものを家に持って帰ってその晩ご飯食べることとかもあるんですけど、最初からその晩ご飯のためだけに作ると思ったら週半分ぐらい自炊ですか。自宅のソファーの上、ミュージシャン、僕本当にいろんな何でも好きなんですけど、ブルースも好きだし、ロックももちろん好きだし、ファンクも好きだし、パンクも好きだし、でも人が演奏してるのが基本的に好きですね。上村直美さん、生き方っていうのは、本当にあの不器用そうでいてこう達成していく感じがもうこの聞かれてるだけでにやけてる自分もどうかと思うんですけど、みんなでこうピザを作るとか、こう作る過程から全員参加できるものが、知らない人は特になんかみんなで手を使って何か作るとこう仲良くなりやすいんで、濃い茶色のビーフカレー、カレーだな。林ビーフカレーを作りたいと思います。これはもう本当ビーフカレー王道
ビーフカレー、肉がもう何ですか、もう歯茎で食えそうな感じの、もうトロトロの肉に仕上げるビーフカレーです。でまず、まあ、カレー用などの、まあ、すね肉ですね、玉ねぎがたっぷり、マッシュルームもすごくコクが出るので、マッシュルームと、まあ、ニンニク、ローリエ、そして、このデミグラスソース、これ缶詰のものですが、もちろん自分で作ってもいいんですが、デミグラスソースを入れることでちょっとなんていうかな、まあ、そこが林なんですけども、ちょっとこう洋食屋的な味になります。それからカレールーと、隠し味の板チョコ、これが普通の板チョコです。鍋をよく熱します。これ焼き目をつけたいんですけども、焼き目をつけるだけだったらフライパンでやってもいいです。でサラダ油、ここに肉を、表面に焼き目をつけて香ばしさを出すのはもちろん、こう肉の旨味を中に封じ込めるわけです。ここが茶色く色づいたりするんですが、ここもまた旨味になるので、ここも気にせずガンガン強火で焼いていってください。で全体に焼き色がついたら、水かぶるぐらいまで、ローリエもちょっとパキッと何か所か折って入れます。アクはもう出るたびにすくいます。沸騰するまでは強火で、沸騰したら火を弱めて2時間ぐらいひたすら茹でます。牛肉を煮ている間に玉ねぎを炒めます。フライパンを熱して油を引いて、まずニンニクを軽く、玉ねぎを、これちょっとまあちょっとこういう風に焼き目をこうつけておいて、このぐらいから火を弱めて、じっくりスローな感じで、およそまあ30分から40分ぐらい炒めると、このぐらいに飴色ですよ、ザ飴色ですよ、ジ飴色か。でこのぐらいになったら、マッシュルームを、マッシュルームもちょっとこう炒めるとコクが出るので、角が取れてちょっとこう一回り小さくなるぐらい。さて肉が、箸がスッと入るぐらい、このぐらいの柔らかさになったら、一旦この肉を出します。まあ一旦入れてしまって、まあ、600cc ちょっとですね、 700cc の水にしたいので、足りない分100cc ちょっとの水を足します。これを戻します。ここに入れます。デミグラスソースも入れて、カレールーも入れます。ざっと混ぜたら火を、隠し味のチョコレート入れます。でルーを入れてから必ず混ぜ続けてください。10分弱煮ていきます。でここで肉を戻し入れます。さっと混ぜて、ここにちょっと隠し味の醤油とウスターソース、ほんのり酸味がつくので、最後に塩で味を整えてください。味を、
健太郎さんが最後の晩餐に食べたいとまで言うビーフカレー。2時間煮込んだ牛の塊肉は噛まなくても崩れるくらいにトロトロに仕上がっています。まさにカレーの王様。休日にちょっと特別な日にゆっくりと作りたいビーフカレーです。料理は今までも別になんかこういう展開をしていこうとか、 なんかそういうビジョンも全くなかったので、これからも持たないと思うし、なんかもうそのぐらいでいたいですね。なんかこうその辺の兄ちゃんが作ってるぐらいじゃないと、料理のことも知らないこといっぱいあるし、なんかもうちょっとなんだソースかけて食べちゃうみたいな、普通の家のカレーからこうからっていうか、そこに、まあ、最終的に変えると思うし、そこから極端に逸脱しないと思いますね、自分自身。